アウトは、キリの夏ツの小説。1998年に、日本推理作家協会賞を受賞した。テレビドラマ化、映画化、舞台化もされた。深夜の弁当工場で働くパートの主婦、弥生が、夫による DV に耐えかねて殺害したことをきっかけに、平凡な主婦たち4人が自由を求めて、日常を離脱、脱社会化し、アウトしていく物語である。 バブル経済崩壊後の現代社会で生きる人々の日常生活や新宿のヤクザ、日系ブラジル人出稼ぎ労働者などに対する視線と洞察が注目を浴び、1998年に日本推理作家協会賞を受け、80万部を超すベストセラーとなった。1999年にフジテレビでドラマ化され、後に映画化もされた。 日本で発表された7年後の2004年には、米ミステリー界のアカデミー賞といわれる、エドガー賞長編賞の4作品に、日本人作家として初めてノミネートされた。英訳を手掛けた、講談社インターナショナルは、2003年8月に単行本で出版し、その年のうちに、米国で3冊、約1万8000部を販売し、ペーパーバック版ではない単行本としては、 異例な売れ行きであったと伝えている。米国のワシントンポスト紙は日本女性のステレオタイプを打ち砕きながら日本社会の暗部を描いたと論評した。2004年4月29日、キリノはニューヨークのグランドハイアットホテルで行われた受賞式に黒いロングドレス姿で出席した。受賞を逃したが、エドガー賞の審査委員長は 受賞作と他の作品との差は、カミソリほどの薄さで、どの作品が受賞しても不思議でなかったと選評を述べている。ノミネートされた際に、7年前の自分で判断して、欲しくないと漏らしていたキリノは、受賞式後の記者会見において、家庭の崩壊やパートタイム、外国人労働者の問題などが普遍的だと評価されたと聞きました。日本もだんだん世界に近づいてきたなと思ったと。 感想を語った。なお、米国では2004年に、直木賞受賞作、柔らかな方の翻訳出版が決まった。東京郊外の弁当工場にて、主婦たちは深夜パートの作業をこなしていた。香取雅子42歳は、リストラ停主と、家庭崩壊。東ズマ・ヨ51歳は認知症の姑の介護。城之内・クニ40歳は、カードローンやキンの多重債務。 山本弥生三十歳は、ギャンブル教の弟子から受ける暴力と、それぞれ四人は悩みを抱えていた。そんな中、弥生は、夫が、マイホームの頭金にしていた貯金を、バカラ賭博で使い果たしたことに激高し、殺害してしまう。ま子こは、弥生の窮地を救うために、吉江と国子を引き込み死体を、バラバラにした上で、ゴミ集積場に分散投棄し証拠隠滅を図るが、 一部を、く子が、公園に捨てたことで露見する。警察の捜査が行き詰まりを見せる一方で、有力容疑者として逮捕された地下カジノのオーナー、佐竹は、更新書を使い、弥生の周辺を探り始め、借金の棒引きと引き換えに、く子から、事件の全貌を聞き出した町金のチンピラ、十文字は、死体隠滅の仕事をマサコに持ちかけるなど、マサコたちの日常は、 確実に壊れ始めていた。1999年、アウト妻たちの犯罪のタイトルで、フジテレビにて放送された。ドラマ版のオリジナルキャラクターとして、飯島直子演じる刑事、井口の子が登場する。2002年10月19日に公開された。基本的な設定は残しているが、宮森和夫が一切登場しない、結末が異なるなど、原作とは違った展開となっている。 アカデミー賞の最優秀外国語映画賞に日本代表作品として出品された。2000年新宿スペースゼロにて初演された。最も原作に近いとされる。この公演で演出の鈴木博美が第35回、木の国屋演劇賞個人賞、第8回読売演劇大賞優秀演出歌賞を受賞、主演のくぜ聖火が第8回読売演劇大賞優秀女優賞を 受賞した。これを受け2002年にパルコ劇場で再演された。ありがとうございます。